指輪買いたいって押し付けてごめん。謝らないで。悪いのは私なんだよ。私が指輪をなくさなければ。ちょっと実家に行ってきます。急に実家なんて、もしかして本当に私嫌われちゃった？親と約束してたから来たけど、指輪のことが頭から離れない。立派な家だね。そうですかね、うん、両親とも契約家なんです。そうなんだ。真夏さんが指輪なくしたの知って嫌われたら。ああ、真夏くんいらっしゃい。亜美もお帰り。ただいま。はじめまして。あ、ご挨拶遅くなってすいません。あの、これあら、気使ってもらってすいません。あ、いえいえ。あ、これちょっと、いや、食べてみたかったの。確か並ばないと買えないのよね。そうですね。さあ、どうぞどうぞ上がって。失礼します。真夏さん、さすが営業スキルすごいですね。いや、これは仕事じゃないから。亜美ちゃん実家？会社じゃないんで大きいです。たくさん食べてってね。いただきます。はあ、指輪どこ行ったんだろう。真夏くん、ザワークラウト好きだったわよね。え、お母さん違う、それごめんなさい、これ好きなのケンタロウくんだったわ、間違えちゃった。それ言う？あ、だって兄と5年も付き合ってたから。美味しいですよ、僕の好きな味付けです。ドイツの料理ですよね。よかった、我が家の定番なの。よかった、気にしてないみたい。それにしても真夏さんってスタイルいいよね。なんかスポーツやってたの？あ、野球を少し。あら、真夏くんも野球？もうって、なんかまた嫌な予感。健太郎くんも野球やってたわよね。彼はやんちゃタイプだったけど、真夏くんは落ち着いてて素敵ね。お母さん、比べなくて大丈夫ですよ。彼との過去があって亜美さんと出会えたので。真夏さん、いやー、ラブラブ、かわいいぞ妹。実家にもちゃんとウェディングフォト飾ってありましたね。そうだね。あれ、もう一回撮りたいな。え、あの時まだ好きになってないし、今度はちゃんと本物の夫婦として撮りたいんです。はい、じゃあ帰ろっか。無視ですか？あれ、こっちの道って、ここは有名なラブホテル街。免許取るときいっぱい通った。来たことあるんだ。え、ラブホ入るの？止めた？なんかいきなりだな。そんな空気でもなかったし。元彼と来たの？5年も付き合ってればそりゃ来るか。来たことないですよ、仮免コースがここだったってだけで。そう、何ですかそれ。真夏さんだって新川さんとここ来たのって言われたら嫌でしょ。昔のことなのに。5年どころか50年もこの先一緒にいるんですよ、私たちは。そうだね、ごめんね亜美ちゃん。なんかさ、元彼と5年も付き合ってたとか、家族と仲が良かったとか言われちゃうとなんか悔しくて。
わいい。じゃあ帰ろっか。ここに来て何もしないの？そんなに言うならしょうがないな。何も言ってない。はるたさん、帰れる？まな、みゆるさん、いいなあ、お迎えだ。早く帰りな、あとは大丈夫だから。うわ何でも好きなものを選んで。どれも素敵ですね。それとか、可愛いんじゃない？お出ししましょうか。でも私は前にもらったものが一番似合うかも。遠慮しなくていいんだよ、クリスマスももうすぐだし。今日は下見で、また伺います。またお待ちしてます。もう探してないとこないよ。なくしたものが安物ってわけじゃないけど、今度はちゃんとしたものをあげたくて。私にはあれがちゃんとしたものです。見つかるまで探します。そっか、わかった。じゃあ先に寝るね。私としたことが、なんでこんなギクシャクしちゃうんだろう。おはようございます。指輪買いたいって押し付けてごめん。謝らないで。悪いのは私なんだよ。私が指輪をなくさなければ。ちょっと実家に行ってきます。急に実家なんて、もしかして本当に私嫌われちゃった？わあ、すごい飾り付け。ご飯もすごい。だって私たち初めてのクリスマスですもん。ごめんなさい。座ろっか。真夏さんがいろいろ考えてくれたのに、私自分のことばっかりで。俺も亜美ちゃんの気持ち分かってるようで分かってなかったかなって反省しました。いやいやいや、反省なんて、私が悪いんだから。これつけてくれる？母が祖母から引き継いだものなんだって。もしかしてこれ取りに実家に？でもいいんですか、こんな大事なもの。大事なものだからつけてほしいんだ。みちゃんの好みじゃないかも。もう？シックで素敵です。しかも
サイズもぴったり。あと、アミちゃんにクリスマスプレゼントがあるんだ。今度の土曜日開けといて。何ですか？アミちゃんさ、もう一度フォトスタジオで撮影がしたいって言ってたでしょ。本当ですか？やった。今度は真夏さん大好きって顔で撮りますね。あのさ、俺はこれを撮った時からアミちゃん大好きって顔してんだけどな。覚えてる？初めて会った日のこと。当たり前じゃないですか。ありがとうございました。春田さんですか？初めまして、三浦です。初対面の人に。私ですか？ありがとうございます。さすが、言われ慣れてるか。 LINE でも話した通り、家はいい物件が見つかって、引っ越しも知り合いの業者に手配しておきました。話がサクサク進んで準備もいいし、仕事できるモテ男子って感じ。わかりますか？やば、私顔も髪もボロボロじゃん。書いといたんで。てか誰でもいいとは言え、お母さんの名前、イケメンでラッキーかも。ここは書いといたんで、あとはチェックチェック終了です。私も署名しますね。あの、本当にいいんですか？大丈夫です、今すぐ結婚したいんで。はあ、私本当に知らない人と結婚するんだな。結婚が嫌だとかじゃなくてですね、すいません、見苦しくて。全然。でも笑ってたらさらにすげえ可愛いんだと思います。すいません、変なこと言って。普通こういう時慰めたりするのにさらっと褒めて、この人私が褒められる方が元気になるって分かってるみたい。あ、それにしても美男美女カップルですね、息もぴったり。大丈夫ですか？あ、素晴らしい。あ、はい。即日婚だしな、そりゃぎこちないよな。それにしてもマジ美人、すぐ彼氏できそうじゃん。新郎さん、新婦さんのおでこにチューしてもらっていいですか？え、マジでチューとかあり？あ、チューはちょっと。だよな。ないない、何考えてんの俺。二人だけすらんだ。で、笑ってるのさらに可愛い。これ絶対結婚してる間に俺のこと好きになってもらわねえと。少しずつ俺たちらしい夫婦になっていこう。つけてください。いいよ。
亜美ちゃん可愛いよ。真夏さんもかっこいいです。実はさ、サプライズがあってさ。亜美おめでとう。おめでとう。どうしたんですか。俺が頼んで来てもらったんだ。ありがとう。いやいや、ほんと可愛いよ。ハルタじゃなくて三浦か。ハルタでもいいって。これ経理部から。ありがとう。山形くんも誘ったんだけど来てないね。そっか。ねえアミ見て。えっ、彼氏できたの。実はアミから勧められたマッチングアプリやってみたんだ。今度紹介してね。実は彼呼んでるの。こっちこっち。お互い分かってもらいたい人に分かってもらえたみたいですね。そうですね。失礼します。お二人お写真お撮りしましょう。こちらどうぞ。はい、はい。しかし何度撮っても美男美女ですね。息もぴったり。あの日も同じこと言われたっけ。あの時はこんなにあざとい子だとは思わなかったけど。理由はね、幸せそうな顔いただきました。じゃあ最後に。おめでとうございます。野永君ありがとうね。ありがとな。遅えぞ。ほら俺の隣来い。はい。結婚に愛なんていらないって思ってた。私たち夫婦のスタートは普通とはちょっと違っていたけど、結婚してから恋愛が始まる夫婦がいたっていいよね。これが私たちの夫婦の形。